はい皆さんこんにちは「ジュラシーダー・ライブブラント・ラ・スムス打撃近代イベント」をやっていきたいと思います、えー、今回はまあイ3つですねこういう企画はいいですよねでやっていきたいと思うんですけど今日ちょっと時間がなくてですね間もなく今日終わっちゃうのでもうささっと決めていきたいと思いますので今日はですねあのはいこのメンツで行ってみたいと思います さあそろドろを出していけば、えー、最後のですねブラントラスムスが出てくると減速合撃があるんだけどそうじゃなければないので楽勝で勝てるんじゃないかなと思うんですけどあこいつから来たおこいつから来たかこいつから来るとはい1回でクリティカル来いクリティカルコイン来ないと減速打たれると思うんでそうなるときついのではいここでですねはい。 次のターンで、はい、先制を打っておきたいいと思います。ただこれ打ってる段階だとまだ減速をかけられた状態になってるので先手が取れないんじゃないかなと思うんですよねなのでここはですねもう2倍を打って削っていくしかないですさあここで何とか耐えておけば危ないさあ削っていけると思いますこれで戻るんじゃないかなこれで戻りますね戻ったらはい、えー、楽勝です これで1倍使っていけば次のターンではい2倍も打っていけるのでだいぶ楽だと思いますさあここではい2倍あ若干残るんだねこれ若干残るんでちょっとかけてみましょうかねここははいスタンがかかってくれるといいんですがさあかかるかかかったスタンがかかるとこっちのね思う存分ですね はい、ということでね、今日は時間がなかったので、そろどろでねあの、勝たせていただきましたが、皆さん、クリアできたでしょうか。はい、では、報酬見ていきましょう。はい、報酬の方は、はい、ブラント・ラスムスが来まして、えー、エピックですね。それが何が来るかということですが、さあ、どうでしょうか。うーん、いいですね、アルサルス。 はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。